ゴールドディガーに潜入か。はい、どうも、カペンジョーです。じゃあ、最後はね、デガーニュース行きましょうか。ん？まあまあ、久しぶりなのかな。まあ、別に嬉しくはないんですけどね。まあ、特に新しい動きってのはやっぱりなさそうですかね。まあ、なんだろう。まあ、一応試験が終わりました。あ、まあ、なんか今回のは、なんか帰国、緊急帰国みたいな。またこの帰国するぞ詐欺みたいな。帰る帰る詐欺みたいな感じですけどね。現金化が先か。二人の帰国が先かみたいな。そんな感じですけども。でなんかよくわかんないですけど、またこの小室圭さん、眞子さん、出川夫妻がね、不良債権夫婦が緊急帰国後に待つ三つの苦難って書いてあるんですけどもね。何が三つの苦難だよ。ほんと。イライラさせられっぱなしでさ、ね、納得いかないのこっちだっつうの、ほんと。ね、ニューヨークで幸せそうな生活を送る小室圭さんと眞子さん。やかましいわ。で、そんな二人の新婚生活に、暗雲が立ち込めてる。ね、いいから仕事しろよ。で、ことの発端は、26、27日に、圭さんが3回目となるニューヨーク州の司法試験を受けたことだと。受けた途端に暗雲が立ち込めるってな、どういうこと？総合的に勘案して合格する可能性は低いと言われています。今更何言ってんだよな。いや、もう真面目にね、書かれていた通り、かつて言われていた通りにね、勉強して優秀な成績を収めてね、なんだろう、年間一人しかね、一人出るか出ないかみたいな、あのマーティン奨学金なんかを受けたっていうのが、文字通りこの評判通りの内容で、ね、評価を得て、ね、受けていた、全てがこのね、嘘だった、ね、あれが嘘じゃなくて本当だったらとっくの昔に一発で受かってなきゃおかしいってもうずっと言われてんだからさ。2度目もダメだし3度目なんかあるわけがねえだろう、うん、普通に考えて。今頃宮内庁担当記者みたいな。こんなやつも本当にいるかどうか怪しいけどね。うん、何をすっとこどっこいだよな、本当。で、今回不合格の場合、助手として勤めている弁護士事務所、解雇される可能性もある。ね、それ1回目滑った時も2回目滑った時も毎回言ってるぞ。そうなると2人が当初計画していた収入は得られない。そんな計画立ってねえだろう。うん、いや、ちょっとでもさ、ね、じゃあね、こういう仕事をして、ね、これぐらいの稼ぎがあって、ね、これぐらいの経済力だから、ね、だから家賃いくらの部屋を借りて、とかっていう計算してたらさ、ニューヨークで暮らしてなんかいないだろ。何言ってんだよな。もう、ね、今日はもう随分最初から飛ばしてんね。次から次へとなんかもう、しらじらしい限りのね、なんかそういう組み立ての記事ですか？我々日本国民の、ね、うん、この魚でしてなんぼみたいな、そういう組み立てですか。いい度胸だよな、ね、これどこだよ、フライデーか、この野郎。で、勤務先からの後押しも受けられず、ね、グリーンカード、永住資格などの取得も厳しくなるだろう。9月には紀子様、10月には美智子様のお誕生日があり、眞子様がそれに合わせて帰国するというケースは考えられると。は？え？だってもう窮屈で嫌で嫌で仕方なくて皇籍離脱したっていう話はどこ行ったの？お誕生日だからってそれはそれで帰ってくんだ。なんだかよくわかんねえな。で、そのままなし崩し的に日本で生活する可能性はありますって言ってるんですよね。もうスタップ細胞並みにこのありますとかよく言えるよな、ほんと。で、この夫妻が緊急帰国した場合、いくつもの苦難が待ち受けてると。一つ目は経済的苦難だ。はい、嘘。いや、どこでどんな暮らしするにしても経済的苦難なんかあるわけねえじゃん。うん。どいつもこいつも仕事しねえで、ね、ニューヨークでもう遊びほうけてられるのはどういうからくりだよ。税金じゃねえかよ。秋篠印のロイヤルキャッシング三昧だろ？うん。もし帰国した場合、どこに住むのか、家賃はいくらで誰が負担するのかという金銭的問題がまず浮上するでしょう。だからここで改めて、だって帰国してから改めてさ、ね、
仕事もしてないのに家賃払えないですけど、これはまずいですよね、なんて話してるとしたらさ、なんだ秋篠宮家も宮内庁も日本政府も外務省も領事館もドイツもこいつもか、結局すっともうどこまでポンコツ揃えればそういう状況になるのもうこれマスコミもさ、ね、今までこうなんかもう婚約の頃からね、もうずっと遡って、てめえたちがなんかもうこんなだろうな、みたいな。ろくに取材もせずに適当こいて、ね、この嘘ばっか垂れ流していたから、もう自分たちがどういう設定、どういう記事書いたかもう忘れてんだろ、こいつら。ほんとクソな役にも立たねえな。うん。で、生活費はもちろん、居住費用もバカにならないと。じゃあ、それ帰国してからの限定の話じゃないんですけど、ニューヨークでもバカになってないんですけども、うん。どこで誰ね、ね、このなんかもう回してるんですかね。え？なんかパラリーガルっていうかさ、ね、なんか弁当係、ね、あれで何？このその給料で全部賄えてるっていう無茶な設定なのか、これ。しょうもねえ、ダブン書いてんの、どこの誰だよ、これ。ほんと。で、渡米前、小室夫妻が住んでた都内のウィークリーマンションは 2LDK で月額約100万円。あれ？なんか値段上がってね決まった収入源のない小室夫妻にはとてつもない出費だ。ね。うん。いや、もう、花からそれは分かってて、ね、ニューヨークで新婚生活続けてるんでしょ？うん。ね、新婚生活が新婚旅行だよな。ほんと。誰からも祝福されない新婚旅行ですよ。舐めてんな。で、二つ目は襲撃のリスク。犯罪、なんだこの安倍元、だ安倍さんを引き合いに出してんじゃねえよ。全然立場違うだろう。うん。これ誰が言ってるか、犯罪ジャーナリストのこの小川さんっていう人らしいんだけど。ね、アホかこいつ。安倍元首相銃撃事件のような大きな事件が起きると、模倣犯が出る可能性が高まります。特に小室圭さんは国民から大きな批判を受けているので、帰国すればターゲットになる可能性は十分にある。警察も再び失態を起こすわけにはいかないので、厳重に警備をするでしょう。うん、全員奈良県警で固めようぜ。ね、片っ端から、ね、もう奈良県警で固めればいいじゃん。うん、そうだよ、そうしよう。ね、うん。もうとにかくもう世話係から何から、もう全部ね、うん、全員奈良県警で固めちゃえばいいんじゃねえの。うん、そうだ。それがいい。うん。で、三つ目は、バッシングの再燃。バッシングの再燃帰国すれば、警備費用や家賃について特別待遇、税金がかかると叩かれることは明らかです。いや、それ今も言われてるんですけど。誹謗中傷が原因と説明される眞子さんの複雑性 PTSD が悪化する可能性もあると。ね、あれ今何もう治ってんの日本離れた途端にこう治っちゃったんだ。へえ。2人の運命を決する司法試験の結果発表は10月末の予定だ。だそうです。うん。いや、帰ってこなくていいぞ。ね。とりあえずさ、ね、どこで住んで、どこで何をして、ね、このどんな暮らししようが結構だけど、いつも言ってるけど、税金使うなよ。それだけですよ。ね、我々国民が言ってるのはもうそこだけ。今さ、結婚に反対とかさ、ね、祝福するしないとか、そんな話はもうしてねえよ。うん。税金を使うんじゃねえよと。うん。自分たちで仕事して、身の丈に合った生活をするんだったら、別に日本だろうが日本以外だろうが好きにやればいいんですよ。ね、うん。そこで秋印のロイヤルキャッシングとか出てくるからね、はってなるんでしょ。うん。それがもうね、分かっててこういうしょうもない記事飛ばしてね、我々この煽ってくるってことは、これもう秋印ね、この秋篠宮発信、宮内庁経由、このマスコミを使った我々日本国民へのこの牽制みたいなもんですからね。喧嘩売ってんですよ、相変わらずあいつらは。うん、どいつもこいつもね、ここはここでやっぱり舐め腐ってるよね。うん。絶対いつか思い知らせてやろうってね、誰もが思ってると思いますけどもね。うん。とんでもねえよ、こんな、ほんと。ね、国民あってのじゃねえのかよ。うん。ふざけてるよな。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。